人食べますか？いいえ。殺害はしていますか？いいえ。殺害してないんだ。はい。ん？あれ？ちょっと急に人殺してないでめっちゃ混乱してきたな。なんだこれ。先輩。へい。たまにはこういう相づちでいいか。どんな受け答えやねん。先日、うん、我々のあのアキネータークイズの動画を投稿したじゃないですか。あれがあのここ最近で一番のヒットというか。あれが？はい。あ、すごいチャンネルだね。あのうちのチャンネルどうなっちまうんだっていう不安があるんですけれども、とても反響が良かったんで、このちょっとアキネータークイズには可能性があるなと。ああ、まあ確かに楽しいゲームではあって、ね。まあ、そうだね。俺の中のあのゲームオブザイヤー2023は。うん、断然あのゲームあれかい、おい、あれ一番ゼルダの続編も出たのに、もうゼルダを差し置いてのマリオワンダー差し置いての2023ベストだったから、ベスト猟奇殺人鬼アキネータークイズ、アキネータークイズ、なんだそれ、イズ謝れ任天堂に頭いい人たちがめちゃめちゃ考えて作ってるのにまあ、あの本当に大変反響が良かったから、うん、まあ、なのこなのこチャンネルはあの擦れるものはとことん擦れっていう、うん、あの精神があるんで今日もアキネータ1分間クイズチャレンジの動画を撮りたいと思います。おい、早速回答の準備はよろしいでしょうか？ああ、分かった。僕も負けない、私も負けないみたいな、うん、なんかコメントがねたくさんついてたから、うん、先輩も負けじと、オッケー、今回もその才能を発揮してください。よし、よし、じゃあもう問題用意してますんで、うん、いきますよ。はい、では1分間アキネータークイズチャレンジスタート。はい、どうした？タイムタイムタイム、どうした？やり方忘れちゃった。アキネーターチャレンジのやり方忘れちゃったよ。大丈夫か？はい、家で答えられる。もうボケたか？あんなわかりやすいシステムのゲームなのにね。何がゲームオブザイヤーだよ。ふざけんなよ。もう一回いきますよ。はい。ではいきます。はい。スタート。オードですか？はい。アジア系ですか？いえ。男性ですか？はい。アメリカ人ですか？はい。写真は残ってますか？はい。カラー写真ですか？な、はい。生きてますか？いえ。処刑されてますか？いえ。他殺ですか？いえ。病死ですか？いえ。お、じゃあ、自殺ですか？はい。お、痩せてますか？はい。あ、血を吸いますか？はい。悪魔崇拝者ですか？はい。非常に痩せてますか？はい。頬こけてますか？はい。リチャード・チェイスですか？正解。もう分かってたの今。吸血鬼、ね、の異名を持つで、おなじみの。はい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 。はい、そうです。おー、こいつか、先輩が散々聞いてた。悪魔崇拝者は、俺の中ではまあ何人かいるんだけど、痩せてる悪魔崇拝者はこいつ。頬がこけてるくらい痩せてる悪魔崇拝者は。こいつか。そう。もう一個踏み込んだ質問するとすれば、うん、前髪流してますかっていう。それ踏み込んでとか、どうなんか。写真をね。本当にこけてんだよな。めちゃめちゃこけてるでしょ、めちゃめちゃ痩せてんだよ。じゃあ次の問題いくよ。はい。準備 OK？ バッチリ。バッチリ。バッチリすぎる。ではいきます。はい、1分間アキネータークイズチャレンジ、スタート。応答ですか？はい。男性ですか？いえ。女性か？はい。そう。苦手分野だな。アジア人ですか？いえ。アメリカ人ですか？いえ。ヨーロッパ人ですか？はい。ヨーロッパ人の女性。はい。写真残ってますか？いえ。いいえ。写真残ってない？はい。歴史上の人物ですか？はい。写真残ってないよね？はい。あ、じゃあ、絵が残ってますか？はい。今ね、候補が2つあるのよ。ロシアはヨーロッパに含まれる？いいえ。あ、うん、ごめん、ロシア人ですか？いいえ。ソ連人？いいえ。ロシア帝国人？いいえ。じゃない？オッケー。なんか、高貴な人ですか？はい。あー、分かってきたの？もう時間ないよ。行っちゃっていい？はい。鉄の書道使いますか？はい。書道の生き地好きですか？はい。拷問好きですか？はい。エリザベート・バートリー。オッケー。歴史系は女性大丈夫です。ハンガリー出身だよね。ハンガリー出身です。あ、ロシアにもね、もう一人やべえやつがいるのよ。写真残ってない。似たようなやついるのかよ。似たようなやつ残ってる。最後の詰め方やばかったな。鉄の処女使いますかって、そのアイアンメイデンをね、使うでおなじみの人です、ねね、うん。そうなのよ。ああ、お見事でございます。生き地風呂でね、若返り方法を取っていたっていう。
1分間アキネータクイズチャレンジ、はい、スタート。応答ですか。はい、男性ですか。はい、アジア人ですか。いえ。アメリカ人ですか。はい、すでに死んでますか。はい。写真残ってますか。はい。カラー写真残ってますか。部分的にそう。もう部分的にそう。ちょっとわかんないな。人を殺してますよね。はい。死体を食べますか。いいえ。死体で家具作りますか。いいえ。悪魔崇拝者ですか。はい。処刑されてますか。いいえ。悪魔崇拝者の教祖ですか。多分そう。ヒッピーですか。はい。ヒゲ生えてますか。はい。インタビューで、インタビューアーをわーって脅か、怖い顔で脅かしましたか。わからない。シャロンテート殺してますか。わからない。豪邸に押し入ってますか。わからない。それを、ブラックのせいにしましたか。わからない。正解はチャールズ・マンソンですか。おー、正解知らねえ、ごめん、後半はごめん、泳がせた、だいぶ。後半はすいません、遊びで。ヒッピーで分かったでしょ。悪魔崇拝者と、まあ、ヒッピーで確定かな。あ、そうなんだ。あとは、獄中結婚しましたかとか。あ、獄中結婚は調べた。ああ、だから、聞かれたら入ってくる。ああ、で、獄中結婚した上で、女性がその死体を利用しよう、有名になろうとして結婚したっていうことで、後に別れましたかとか。いや、もう、当ててよ、そこまで。その女性は、その人の死体を展示してお金を稼ごうとしてましたかいやいやいや、だからさ。そこまで分かってたらさ、もう答えりゃいいじゃん。なんで泳がすんだよ、そこまで来て。ちょっと7個困らせようかなと。もうね、うん、俺もう分からんのよ、回答が。合ってんのかどうかが。特定できたらもう分かんなくても俺聞きまくろうと思って。じゃあちょっと調子良さそうなんで、はい、もう一度いきますよ。はい。1分間アキネータクイズチャレンジ、スタート。応答ですか。わからない。男性ですか。はい。アジア系ですか。はい。アジア系なんだ。はい。ほう。日本人ですか。はい。お、日本人。写真残ってますか。はい。カラーですか。はい。人食べますか。いいえ。食べない。はい。10人以上殺害してますか。いいえ。5人ぐらい殺害してますか。いいえ。5人以上。いいえ。1人殺害してますか。いいえ。死体で遊びますか。いいえ。日本人男性でしょ。はい。2000年以降の人ですに事件を起こしてますか。事件を起こしてますか。殺害。いいえ。殺害はしてますか。いいえ。殺害してないんだ。はい。シリアルキラー。殺害してない。はい。単独犯ですか。いいえ。洗脳系ですか。いいえ。関東ですか。それは何がですか。あ、ごめん、出身が。事件が起こったのが。事件が起こったのが。うん。あ、ごめんごめん、その人の出身地。出身地、いいえ。ちょっと待ってよ。あれ、ちょっと急に、人殺してないでめっちゃ混乱してきたな。なんだこれ。人を殺してないの。で、あ、わかった。人を殺させてますか。いいえ。ちょっと待ってね。で、担当官じゃないってことでしょ。はい。ちょっと待って。ちょっと豆鉄砲食らったぞ。ちょっと待って。生きてますか。はい。あ、でも、裁判は終わってますか。いいえ。裁判されてますか。いいえ。裁判されてない。捕まってますか。いいえ。捕まえ、ちょっと大丈夫、捕まってないの。そんなやつの話、野放しにしていいの。ちょっと待って。あれ、ごめん。はい。捕まってないんだよね。捕まってないの。捕まってないです。今、今どこにいるかは判明してますか。はい。なあ、捕まえるって。じゃあ、ちょっと待って。ちょっと待って。それは関東にいますか。いいえ。あ、じゃないんだ。東北にいますか。いいえ。今。いいえ。中部にいますか。いいえ。ん？あ、じゃあ関西にいますか。いいえ。西日本にいますか。いいえ。九州に、ちょっと待って。右だね、東日本にいますか。いいえ。いねえじゃん。今でしょ。うん。いいえ。それって実在の人物ですか。はい。逃亡中で今日本にいますか。いいえ。いないの。はい。あ、ちょっと待ってね。今日本にいない。はい。殺人を犯してますか。いいえ。そこなんだよね。人を殺させてないんだよね、しかも。はい。
殺人に関わってますか？いいえ。ちょ、なんなんそいつ。ちょ、待って。殺人に関わってないのがこのゲームに出てくるの？で、今も逃げてる。あ、じゃあ、はい、50歳以上ですか？いいえ。50歳以下？はい。20歳以上？はい。20代ですか？はい。20代で国外逃亡してて、で、実在の人物だよね。はい。何かの法を犯してますか？いいえ。なんでそいつが、おい！お前出場権あんのか？このゲーム。20代で、海外で、ちょっと20代で海外で、犯罪犯してないんでしょ？いや、もう結構いっぱいいるけど、有名人ですか？はい。有名人なの？はい。ちょっと待って。犯罪者じゃないんだよね。はい。いや、もう何でもありじゃん、そしたら。いや、ちょっと待って。何でもありじゃんよ。聞いてよ。芸能人ですか？いいえ。俳優ですか？いいえ。アスリートですか？はい。あ、なんでちょっと待って。刃物使いますか？いいえ。武器使いますか？武器、あー、部分的にそう。あ、じゃあ道具使いますか？はい。道具は、だから紐ですか？いいえ。なんかバールですか？もう犯罪犯してねえんだよな。いい。はい。で、アスリートか。海外でアスリート。じゃあ、ちょっと待って、バット使いますか？はい。なんでだよ二刀流ですか？はい。みんなに尊敬されてますか？はい。ストイックですか？はい。大谷さんじゃん！なあ！失礼だって！俺にも大谷にも！いや、このゲームに対する冒涜だよ、それは！いや、俺この動画が始まる頭から、今回一言もシリアルキラー1分間アキネータークイズって言ってないもん。いや、ちょ、待ってよ！あくまで俺、アキネータークイズしますねって言って、たまたまシリアルキラーの問題が3問出てきただけで。別に、俺がどのお題出そうが自由でしたから、今回は。いや、そうだけど。いや、あなたが、頭の中で、シリアルキラーが出てくるって思い込みで、今ずっと解いてただけですから。いや、確かになんか、確かにな、始まりがなんか、ね、まあ、続きですから、とりあえず人当てるアキネータしましょうとかって、殺人だと思うじゃん、猟奇だと。いや。そうだね、前回は確かに、猟奇殺人鬼をテーマに、した動画が反響があって、で反響があるんだったら擦りたいね、じゃあ1分間アキネータクイズしましょうとしか言ってないから、別に猟奇殺人鬼が出るとは限らないからね。いやちょっと恥ずいわ最後。大谷になんか犯罪者とかさ。いや武器は確かにいっぱい武器いっぱい持ってるよあんなやつ。いやストイックさも武器だしさ。確かにね、いろんな武器持ってる、ね、バットも武器だしグローブも武器だし足の速さも武器だよね。人を殺してますか？いいえ、人を殺させてますかね。腹立つわお前。家具にするぞ。どんな江戸県。いや本当にかわいいね。はい、というわけで今回猟奇殺人鬼アキネタクイズだと思い込んでる先輩に大谷翔平の問題を出したら一体どれぐらいで回答できるのか。うわー、もうでした。何分よ。何分わかんない。まあ、6分7分くらいかかってる。わーもー囚われてなかったら俺1分で答えられるよ、大谷ぐらい。あ、そうでしょ。またやりましょう。はい。次は猟奇殺人鬼が出るのか、アスリートが出てくるのか、全くわかんないですから。出題文ちゃんと読もう。はい。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。日本人って出てきたから俺、佐川一世、人食いの佐川一世出てくるかとドキドキしたのにさ。いつもあなたの暮らしに微笑みを、チャンネル登録よろしくお願いします。